はい、おはようございます。KTC 放送局の健太店長です。夜見てくださっている方はこんばんは。というわけで今日も元気に動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、女性関係シリーズのお話になっております。はい、まあ、ちょこちょこですね、リスナーさんの方からもっと女性関係のお話聞きたいですっていうリクエストをいただいてたんですけども、まあ、最近ね、僕の彼女も僕の動画を見てるんで、ちょっとね、やっぱり嫌な気分にさせちゃうし、本人もあんまり女の子の話聞きたくないってことだったんで、一旦やめてたんですけども、まあリスナーさんが聞きたいっていうんであればね、そういうお話するのがね、一応配信者の務めですから、一応彼女にはね、ちょっと今日の動画は見ないでくれとかね、このタイトルの動画ちょっと見ないようにしてくれってね、お断りを入れておいたので、はい、ちょっとちょこちょここれからも、また再開していこうかなということで、今日は女性関係シリーズのお話になってます。はい。で、過去の恋愛のお話がね、結構人気なんですけども、今日は、恋愛の話じゃなくて、一時期ね、僕がまだ若い時に、ちょっとね、ちょっと面倒くさい女の子にね、付きまとわれてた時期があったんですね。はい。その時のお話をしたいと思います。はい。まあ、付きまとわれてたっていうとちょっとね、なんか言い方悪いんですけども、まあちょっとね、性格にちょっと難のある女の子だったんですよね。好いてもらうのはすごいね、ありがたいことなんですけども、ね、ありがたいことなんですけども、なんかね、すごいちょっとね、過激な女の子で、ちょっと困ったなっていう感じだったんですよ。はい。まあその時のお話です。僕がまだ10代の頃なんですけど、まあ10代後半ですね。はい。僕がいまして、で、僕の仲いい友達がおったんですよ。はい。まあ外国人の友達だったんですね。はい。もうハーフとかじゃなくて、もう純外国人のお友達ですね。まあ僕地元が結構外国人の方多いんで、まあ日本に住んでるからね、外国人っていうわけでもないけど、まあでも日本人じゃなくて外国人の友達ね。だからペルーとかね、ブラジルとかボリビアとか、なんか そっちの方の、地理わかんないから、もしかしたらそのペルーとボリビアとブラジルが全然離れてるかもしれないけども、なんかちょっと、そっち系の友達。どこの国のやつなのかな、あいつ。ちょっとわかんないんだけど、ペルーとかボリビアとかブラジルとか、サンバとか踊りそうな感じ、の友達です。はい。で、その男友達の友達だったんですよね。その、ちょっとめんどくさい女の子が。はい。で、まあ、そいつと遊んでる時によく混ざって遊びに来てたんですよ。はい。だからその3人でいることが、まあ、結構あったんですね。はい。でね、なんかね、ある時を、なんかきっかけは何だったかわかんないんだけど、最初は普通に遊んでたんだけど、なんかね、ある時からその妙にそのすごいアプローチがすごくて、僕当時ね、外人さんにね、外国人の方にね、なんかモテたんですよ。日本人よりかも。まあいいんだか悪いんだかわかんないんだけども、うん。すごい、ぐいぐい来るようになったんですよね、その女の子が。はい。もうその、仲良かった男友達と遊ぶ時は必ず来るようになっちゃって、で、まあ連絡先教えてくれと。当時 LINE とかじゃなかったんだけど、まあ例えば Mixi とかね。まあまあ E メールとかまだ使ってた時期ですよね。はい。教えてくれって言われたんだけど、まあね、めんどくさいから、いや、もうやってないし、連絡とかめんどくさいからっていう感じだったけど、ぐいぐい来るのよ。じゃあ番号教えろとかね。めんどくせえなーと思って、でも番号は多分教えちゃったのよ。二人でも遊んでたから、多分。多分っていうか遊んでたんですよ。まあ、俺から連絡してたわけじゃないから、番号俺が教えたんだろうな。うん。で、まあ、ちょいちょいそうやって遊んでて、すげえね、まあ、ぐいぐい来るのよ。家に行かしてくれと。俺んちね。うん。俺んちに行かしてくれって言うんだけど、なんでねんつって、なんでやねんつって。いや、普通に外で遊んでたら楽しいじゃんつってね。僕当時ね、あんまり女の子と二人きりで遊ぶの好きじゃなかったんですよね。まあそういうね、もう完全に、やりますよ、みたいなね、
しますよって時はまあいいけど、まあ、外で男友達とみんなでワーワー遊んでた方が楽しいじゃんっていう時期だったんで、あんまりその子のこと自体僕は好きじゃなかったし、当時はまだ他にもね、まあお熱上げてた女の子がいたんで、僕はいや家はいいよ来なくてっつって断ってたんですよ。でとにかく家に行かせてくれと、でそのなんかそのなんつうの家に行く口実が、なんでじゃあうちに来るの、だってうちなんもねえよ、 DVD ぐらいしかねえよ、じゃあいいよ DVD 見ようよみたいな、いやいいよ DVD なんか見たらもう全部俺見たやつしか持ってねえから面白くねえからみたいな、じゃあダンス教えてあげるよって言うんですよね、ダンスを教えてあげるからお家でダンスの練習しようよって言うんですよ。いやなんでダンスの練習なんかせなあかんのっていやいいよダンス教えてあげるからって、私にダンスね教えてもらえるなんてあれだよみたいな、うんなの本当にお前恐れ多いよみたいな、課長結構自信満々な女の子なんですよね。いや別に俺ダンスいいから教えてもらわなくてもいいからっつって、いやダンス教えてあげるからっつって、とにかく室内でダンス教えてあげるからみたいな、いや外でもいいじゃんダンスなんて、しかもっつって、いやいいから室内でとにかくダンス教えてあげるから家行こうよ家行こう、こればっかなんですよ。あいい家でなんか俺の部屋だからダンス踊れる広さねえからっつって、いや昼狭くても踊れるダンスとかあるからみたいな、いいよっつって、はい、まあそんな感じだったんですけど、別にそんなにね、顔が嫌いなわけじゃないし、僕もね、まあその子の容姿が嫌いなわけじゃなかったんですけど、なんでこれがこんなに拒否するかっていうとね、まあいくら僕が他にお熱上げてようがね、当時まだ若かったし、別にお熱上げてる人がいようがね、このそのね、ぐいぐい来る子だって、ね、仲良くなっちゃえばいいじゃん。っていうね、ミートの関係になっちゃえばいいじゃん、ミートの関係で気持ち悪いけど、ね、なんで俺がこんな拒否するかっていうと、すげえ過激な女の子だったんですよ、さっきも言ったけど。何が過激かっていうとね、一緒にいるじゃないですか、一緒に歩いてるんじゃないですか、僕当時、まあ、10代だったんで、結構 B ボーイ真っ盛りだったんですよ。もう B ボーイ全盛期みたいな、別にダンスが踊れるわけじゃねえし、ラップ声がするわけじゃないんだけども、服装はもう完全にコテコテの B ボーイだったんですよ。結構ダボダボのね、服着て、街をカッポしてたわけですよね。したらばね、まあ、女の子ね、面倒さいちょっと、難ありの女の子と一緒にいるじゃないですか。そうすると、例えば前にね、B ボーイの連中がいるとするんじゃないですか。当時いたんですよ、いっぱい。もうそこかしこに B ボーイが溢れた時代だったから、もうヤンキーはね、B ボーイやったんで、当時。基本的に。んでね、前に歩いてるでしょ、他のグループの B ボーイが、俺とその女の子で、ちょっとね、数十メートル先に、他の B ボーイのグループが歩いてるじゃないですか。まあこのこうじゃなくて一緒の方向に歩いてる感じですね。そうするとね、この女の子ね、おい、あれやってこいよって言うんですよなんでっつって、なんでって、まあ、当時こんな喋り方じゃないけど、なんでっつって、なんでやってこなきゃいけないの、誰なのあれっつって、いいから、喧嘩売ってこいよね、喧嘩売ってこいよって言うんですよ。なんで今日のわけわかんない、なんで普通に歩いてるだけのやつに、しかも別に目が合ってるわけでもなく同じ方向に歩いてるやつになんで喧嘩売ってこなきゃいけないのっつったら、いやお前 B ボーイだろって言うんですよお前 B ボーイなんだったらよ、喧嘩ぐらい売ってこいよ、もうあそこに B ボーイいんじゃねえかって、めっちゃしかもでかいの声が、いや絶対お前聞こえてっからやめろよっつってんのに、いいじゃん、何ビビってんの、あ、ビビってんのみたいな、こんな感じの女の子だったんですよ。なんだかわかんないけど、なんかちょっとなんかそのとんがってる人たちを見つけると、あれ喧嘩売ってこいよって言うんですよ、この女の子。なんでって、なんか争わせようとするんですよね、不思議なことに。あっちからデートに誘ってきてね、まあ暇だったら行くじゃないですか、急にその他のとんがってるグループに、しかも大人数とかですよ、喧嘩売ってこいよ、喧嘩売ってこいよ、ね、何が目的なお前っていう、一体ってか、なんでって、な、別になんでもないじゃん、しかも急になんであんな、しかも自分にはいるから 2,3 人も多いところに喧嘩売ってこなきゃいけないのって、あ、ビビってんの、ビビってんのって言うんですよ。当時はね、こんな今みたくね、僕そこまでファンキーじゃないですから、いやお前ビビってねえよって言うんですよね、若いからビビってねえよってお前、ファンとビビってねえけどさって、じゃあビビってねえんだったら喧嘩売ってこいよって言うんですよ。めんどくさいでしょこの子、なんなんお前っつって、めんどくさいなーっつって、いいよそんなんじゃないし、したら本当にもう日本の B ボーイ全員偽物だなって言うんですよこの子。
もう日本の B ボーイは本当もうみんな偽物みたいな。もう私の国ではもう B ボーイって言ったらもう大体ギャングだから、もうギャングっつったら街でもうギャングとギャングが出くわしたらもう喧嘩なのよみたいなこと言うんですよこの子。わかんない、どっか本場のねすごい治安の悪い国から来たんでしょうねなんだかよくわかんないけど、私の国ではもう喧嘩だから、むしろ喧嘩っていうかもう殺し合いだからねみたいな。街で B ボーイと B ボーイ敵対するっていうかね、知らない顔が出会ったらもうまず喧嘩だからみたいな。なんで日本人のね、日本にいる B ボーイってこんなに平和してんのみたいな。お前 B ボーイじゃねえかよみたいなね、俺に蹴り入れてくるんですよ。やってこいよ、もうギャング気取りだろみたいな。いやいやいや、お前と一日一緒にいたら何人と喧嘩しなきゃいけないのみたいなね。喧嘩番長じゃねえかよって当時はそんなことなかったから、喧嘩番長なんかなかったから言ってないけど、いやいやいや、めんどくさいわーつってねえ、 B ボーイの B ってお前バトルの B じゃないからね、勘違いしてんのと思ってね。B ボーイの B はバトルボーイ、バトルボーイの B じゃないよ本当にねえ、勘違いしちゃってんでしょうね。まあわかんないよ、その女の子のね国では本当にそんなバチバチやってたのかもしれないよ。だってブラジルとかっぽい顔してたからどこか知らねえけど、これがまあめんどくさくてね、もう何かにつけてもうやってこいよ、あれもう喧嘩してこいよってでっかい声で、もう喧嘩もう何ほんとお前喧嘩お前偽物だよお前ほんとにって言うんですよ。でそれがひとしきり終わるとね、お家行ってダンス踊ろうよ、何なんだよこいつっていう、喧嘩してこいよかお家行ってダンス踊ろうよかのこれ2択しかないんですよ。ねえ、どんだけどんだけ脳のキャパ狭いねお前、それしか繰り返してないぞっていう。はい、まあ他にも会話あったけども、まあ今はねその子について覚えてることって言ったらこれぐらいしかないんですよね。喧嘩してこいよか家でダンス教えてあげるよか、だいたい会ってる日はそれの繰り返しでしたね。喧嘩売ってこいよ、ダンス家で踊ろうよ、喧嘩売ってこいよ、ダンス家で踊ろうよね。これの繰り返しですよ。めんどくさいでしょ。いくら当時ねまだ若くてね、まあ、10代のピチピチの僕でもね、こいつはめんどくせえなっていう、こいつと深い仲にはなりたくねえなっていうような女の子だったんですよね。そういうわけで僕はまあいただきますしなかったんですよね、金太ね。でね、まあ、この話後日談があるっていうかこの先があるんですけど、まあ、その女の子をしばらくしてからいなくなっちゃったんですよ。はい、まあ会わなくなったんですよね。最近連絡来ねえなと思ってどうしたのかなと思ったんですよね。まあね、やっぱね、なんでしょうね、急にグイグイ言ってたのが急にいなくなっちゃったっていうか来なくなったから、あれおかしいなみたいな、なんでかなと思って、まあその子と知り合うきっかけになった男にね、そういえばさ、最近あいつ来なくなったなつって、どうしたんつったら、いやそれがね、消息不明なんだよねみたいな。はい、消息不明ってどういうこと、何、どっか引っ越したとかそういうことしたら、いや急にいなくなっちゃって、で僕たち日本で生まれて日本に育った、日本人にはちょっと分かんない感覚かもしれませんけども、まあ、僕はね地元にまあもう長いんで僕はなんとなく分かるんですけど、日本に住んでる、まあ外国人の方って結構コミュニティが結構結束が強いんですよ。まあそうですよね。例えばじゃあ僕がブラジルに生まれてね、日本人の一家として生まれて、周りがもうみんな他のねブラジル人の方で、そこにじゃあ日本人の家族がポッポッポッとちょこちょこだけあったら、やっぱりちょっと自然に結束すると思うんですよね。まあ日本人のコミュニティみたいなのってやっぱできると思うんですよ。まあそれと一緒で、まあ日本にその住んでる、まあ、僕の町は特になんですけど、ブラジルだったらブラジルのコミュニティがガッとあるんですよね。でここのコミュニティって本当に結構結束とか、あとそのネットワークがすごくて、本当にねすごいつながってるんですよ。はあ、で誰が今どこどこにいるとかね、すぐ分かるんですけど、その女の子だけは、そのコミュニティのネットワーク能力と結束力を持ってしても、消息不明らしいんですよね。いや、だってお前ら、な、家族とかみんなあれして、どこどこで何してるくらいわかるだろうって言ったら、いや、それがさ、完全にいなくなっちゃったんだよね、つって。
はい、なんかに巻き込まれたんですかね、ねえ、ちょっとあまりのなんか本当に消息不明すぎて、もうまるっきり本当わかんないんだから、でそいつもあいつ死んだんちゃうかなって言うんですよね、その男友達も。まあそのね、まあ別に僕外国人自体をみんなそうだって言わないけども、やっぱ結構過激なね、日本人よりかも過激な分を持った、過激ななんか一面を持ってるっていうのはまあ間違いないのかな。特にそのね、僕のその知り合いのその人たちはね、その人たちが死んだって言うとなるとね、なんか信憑性説得力あるなと思ってね、本当の消息不明なんでしょうね、そういうわけで。はい、というわけでね、そんなね、誰かに構わずね、喧嘩売ってこいよ、喧嘩売ってこいよなんて言ってるとね、そういう風になっちゃうよっていう。ちょっとまあね、あ、そうなんだって、当時は寂しくもありましたけども、まあ、自業自得だろうなと、何かあったとしてもね、ね、ものすごいね、悪い人に喧嘩売っちゃったかもしれないしね、一緒にいた男がね、はい、わかりません。どうなったのかは知りませんけども、それがまあ、国外逃亡かもしれないしね、国外逃亡だったらね、あのコミュニティのネットワークだったら普通わかるんですけど、まあ、なんかあったでしょうね。はい。というわけでね、一時ちょっとまあ、なんだかめんどくさいね、女の子にグイグイ来られてたよっていうお話でした。ね、それだけです。はい。というわけで、次する女性関係の話はちょっとまた、サラリーマン時代のお話をしようかな。はい。というわけで、KTC 放送局の金田店長でした。Yeah.